作品3、調和の霊感初版の表紙パリでの再版の表紙、調和の霊感作品3は、アントニオ・ビバルディが作曲した全12曲からなる、競争曲集。1711年に、アムステルダムのエティエンヌ・ロジェより出版された。トスカーナ代行誌、フェルディナンド・デ・メディチに検定されている。ビバルディの最初に出版された、競争曲集。調和の幻想とも表記される。 調和の霊感作品3はビバルディがピエタインの音楽教師に復帰した1711年にオランダ・アムステルダムの出版社エティエンヌ・ロジェから6曲ずつの2巻組で出版されている。曲集はトスカーナ大公コジモ3世の長男フェルディナンド・デメディチへフェルディナンド3世の継承で検定されている。この称号はフェルディナンドが大公位を継いだ際に名乗るはずもので 公主への継承として用いられていたものの、個人も賛成が長命だったため未だ正式のものではなかった。しかしそれゆえに、フェルディナンドが求める呼び名と符号する、作品3を検定する対象としてふさわしい人物とされ、ビバルディ以前にもトマゾ・アルビノーニと、ジョルジョ・ジェンティーリが1701年と1706年に、作品3をフェルディナンド公主に検定していた。 しかしフェルディナンドは、調和の霊感を検定された、数年後に、梅毒でこの世を去ったため、トスカーナ大公フェルディナンド三世の称号は、神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ二世の後を継いで、レオポルト二世となったトスカーナ大公レオポルト一世の、次男フェルディナンドが、大公位を継いだ際に用いられることとなった。この競争曲集は、ビバルディの様々な意図がある。例えば、 曲の配列においても、長調短調、長調となるような工夫がなされている。ただし、長調でこの曲集を完結させるという意図があり、第10.1112番は、短調、短調、長調となっている。独奏楽器は、バイオリン4本のもの、バイオリン2本のもの、バイオリン独奏のものがそれぞれ4曲ずつある。チェロは、独奏に加わることもあるが、多くは、 通奏低音と同じ旋律を演奏する。バイオリン四部、ビオラ、チェロ、通奏低音からなる伝統的な競争曲の編成を使用しているが、もはやこれ、理のもののように独奏楽器は、鳥をそなたの形式をしていない。ビバルディは、ソロ楽器の技巧的な楽奏とリトルネロの対比による、球、間、級の三楽章からなる競争曲で有名であるが、作品3は、初期の作品であり、 新旧様式が混在している。同様の様式を持つ競争曲にはすでに、ジュゼッペ・トレッリの合奏競争曲集作品8や、ジュゼッペ・バレンティーニの合奏競争曲集作品7があるが、ビバルディの作品3及びそれに続く競争曲集は、オランダのロジェから出版されたために、国際的な名声を得、テレマン、ハイニフィエン、バッハラが、ビバルディの様式を採用した。 ビバルディはこの競争曲集において、これ、リの、コンチェルト・グロッソに似た作品を残している。第1番、第2番、第4番、第7番、第10番、第11番がそれである。特に第7番は、これ、リの作品6の競争曲と非常によく似ている。この作品3以外でもビバルディは、これ、リに似た作品を残している。4つのバイオリンとチェロのための競争曲に長調。 三楽章形式。二つのバイオリンとチェロのための競争曲と単調。間旧、間旧の形をとっている四楽章形式の競争曲。この作品と第十一番の二曲は、17世紀末に現れた二つのバイオリンとチェロのための競争曲である。バイオリン競争曲と町調三楽章形式。第二楽章は平行調である。 補単調に転調する。四つのバイオリンのための競争曲補単調。これも第二番と同じ間、球、間、球の形をとっている四楽章形式の競争曲である。この競争曲はコンチェルトグロッソからソロコンチェルトへの移り変わりを顕著に示している競争曲の一つである。二つのバイオリンのための競争曲一長調。三楽章形式。 バイオリン競争曲異端長。三楽章形式。この曲は、コンチェルトグロッソへと発展した古典的な、独奏楽器と合奏のための競争曲の中で最も古い。この曲は、少し難しく編曲されて、主要バイオリン学習教本に載っており、特に第一楽章はバイオリンを学ぶ上で重要な曲目となっている。四つのバイオリンとチェロのための競争曲へ長調。 5楽章形式とも返される競争曲。2つのバイオリンのための競争曲異端調。3楽章形式。第1楽章はアレグロ。第2楽章は家族調である。2単調でシチリアーナの戦律。第3楽章は活発な曲である。J.S. バッハはこれをオルガン競争曲。第2番異端調 BWV593 に編曲した。 バイオリン競争曲に蝶調、三楽章形式。四つのバイオリンとチェロのための競争曲ロタン調、JS バッハはこれを四代のチェンバロのための競争曲位タン BWV1065 に編曲した。第一楽章は四本のバイオリンがソロパートを次々と交代していく形式である。第二楽章はラルゴン。終始型はロタン調ではない。 第3楽章も第1楽章と同様の特徴を持つ。二つのバイオリンとチェロのための競争曲に単調。3楽章形式、または5楽章形式と解される、コンチルトグロッソ。JS バッハはこれを、オルガン競争曲第5番に単調 BWV596 に編曲した。第4楽章はシチリアーナ。JS バッハはこれにはほとんど手を加えていない。 第三楽章の風ガはバッハに似た雰囲気を持つ。バイオリン競争曲補長長。第三楽章形式。J.S. バッハはこの作品をチェンバロ用とオルガン用に編曲した。ありがとうございます。